皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は皆さんと中国で発生した非常に痛ましい事件についてお話ししたいと思います。この事件は、新生児で日本人学校の児童が刃物で刺されて死亡したというものです。まず、この事件に対する私の哀悼の意を表したいと思います。そして、この事件に関して、中国外務省の公式見解とそれに対する私自身の考えをお話ししたいと思います。中国外務省は、この事件を個別事案と捉え、このような案件はいかなる国でも発生すると。 説明しまししししししたた確かかかにににどどどののの国ででも痛まままい事件は起こり得ますしかしこりす説明外族や被害者そして私たち日本人にどれほどの慰めになるでしょうか、ま、ず第一に、事件の背景として中国での反日感情が影響している可能性があります。中国政府が長年言ってきた反日教育はこのような事件を引き起こしていると言われています。これは単なる個別事案ではなく、社会全体の問題として捉えるべきではないでしょうか。具体例として、以前にも高訴訟を訴訟して日本人親子が襲撃される事件が発生し この時も日本人がターゲットにされました。これらの事件はただの偶然だと片付けるべきではないと思います。次に中国で生活する日本人駐在員やその家族に対する安全対策も重要な課題です。中国外務省の発言があった後も中国内での日本人に対する安全は確保されているとは言い難い状況です。この点についても日本政府と中国政府が協力して解決策を見出すべきだと思います。もちろんどんな事件に対しても感情的に反応するだけでは解決になりません。私たちは は論理的に議論し具体的な対策を講じる必要があります例えば日本と中国の間での安全保障に関する協議を強化することや日本国内でも中国との関係についての教育を見直すことが必要かもしれません私の主張をまとめるとこの事件は単なる個別事案ではなく反日感情や安全対策という広範な問題が背景にあると考えますそしてこれらの問題を解決するためには日中両国の協力が不可欠です再発防止策や具体的な安全対策を講じることで二度と あのような悲しい事件が起こらないことを願っています。以上、もの申すでした。皆さんのご意見やご感想もぜひコメント欄でお知らせください。そして、この問題について一緒に考え、行動していきましょう。